いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。お帰りなさい。やっぱり綺麗だ、沙織さん。女は怖え。沙織君、これからずっとその格好でもいいんだぞ。まともな客が来なくなりますよ。着替えます。創薬センター副所長の橋木は計画的に殺された。梶平の会長が睨んだ通りで、その可能性はかなり高い。それがお前と沙織君で出した結論か？ええ。橋木はアドテック内の論文にデータの捏造というような問題があると疑ってたようです。そして殺される直前までそれを必死に嗅ぎ回っていた。で、実際何か論文に問題あったのか？僕一応その論文見たんですけど、ちんぷんかんぷんでした。今詳しい人を探してます。ただ論文に問題があるって話はネットでも聞かないですね。それでも橋木はそれこそ重箱の隅つつくように嗅ぎ回ってた。そこでもし何か問題が見つかれば、今頃創薬センターは閉鎖されてたかも。じゃあその何かを隠すために橋木は殺された？いや、論文一つ守るために殺人まで起きるかね？起きるんじゃないですか。アドデックナインの論文発表以来、何百億って予算が創薬センターや厚労省に回っているそうです。そんな大金が動くとしたら、人一人死んでもおかしくないです。問題は誰が橋木を殺したかです。
直接手を下したのはプロの殺し屋だった可能性が高い。例の黒いレインコートの男だよ。それが殺し屋なら雇った黒幕がいるはずです。ああ、そいつはアドデックナインや創薬センターを守りたい誰かだ。誰かって誰だ？俺なんかには想像もつかないよ。が、そういえばセンター長の軌道はアドデックナインの将来性を餌に悪毒稼いでいたらしい。おまけに裏社会とつながりがあるって話まで出てきた。八神さんはめちゃくちゃ軌道を疑ってますね。叩けば誇りは出るはずだ。もしかしたら新谷も変に創薬センターへ近づこうとして、それで木戸に殺されたってのか？その可能性も考えられます。ただそこまで仮説を固める前に俺はもっと木戸を探りたい。でもこの間の様子だと僕らもう木戸に近づけませんよ。相手はそれこそ時の人ですし。ああ、だから俺らで無理なら代わりに検察に動いてもらえばいい。え、知見に？ちょうど明日泉田検事と会うことになってるんでね。泉田検事ってついこの間八神さんを逮捕しようとしてたんじゃん。今もそうだよ。明日もその件で呼び出されたんだ。じゃあ検察が俺らに都合よく動くわけねえだろうが。話の持っていき方次第ですよ。それでもしうまく検察を味方にできれば俺への疑いも晴れるし万事解決です。一体どうするつもりなんだろう。よ、いろいろ見えてきた気がするね。やっぱ沙織さんに活躍してもらった甲斐があったろ。ケンジと話すのはいいですけど、そのまま逮捕されるなんてなしですからね。頼みますよ。こいちゃなんだがよ、なんかこう久々に血が湧き立つような感じだな。事件がどんどん繋がってきやがる。もう少し若けりゃ俺もガンガン行くとこだぜ。今夜はいろいろお疲れ様でした。八神さんはゆっくり休んでください。今夜はいろいろ八神さんは